本日紹介させていただくのは田村真由さん。素晴らしい方ですね。田村真由さんは4期生の中では最年長として知られており、1期生最年少の斉藤飛鳥と同学年です。推定3サイズは82、56、82、おっぱいのサイズは推定 C カップです。ウエストは細め、おっぱいは控えめで、それがいい。高校は埼玉県立八潮南高等学校に進学しました。当時から九九ができず、数学のテストで0点を取ったことがあるほど勉強が苦手でした。高校時代は部活に所属しないで、深夜まで布団をかぶってアニメを見て過ごし、お気に入りは僕のヒーローアカデミアだったそうです。高校卒業後は大学や専門学校へ進学せず、アルバイトをしていたと言われています。そして2018年、最後のチャンスとして受験した坂道合同オーディションで見事合格し、乃木坂46の4期生となりました。グループ加入後は松村さゆりを彷彿とさせる持ち前のあざと可愛いキャラクターで人気を集め、2020年にはラジオ番組レコメンの水曜パーソナリティに堀未央奈と交代する形で就任しています。2021年にシングル僕は僕を好きになるって初選抜入りすると、それ以降は全てのシングルで選抜入りを果たしています。乃木坂46のレギュラー番組乃木坂スキッズのしりとり企画では、明らかにマンコとしか聞き取れない発言をしたことが話題となり、現在も田村真由と検索すると予測ワードにマレーコが出てきます。これからも田村真由さんの活躍を期待しましょう。いかがでしたか？よかったらチャンネル登録お願いします。